連絡切れないように質問したりとかして沸騰したところに落ちてるのかな。ゆなです。ノアです。始まりました。TGC! イエイイエイ。今回はですね、なこなこカップルさんと恋愛トークをしてきました。事前にストーリーで募集した質問にいくつか答えてもらう予定なので、楽しみにしております。はい。そして、まだチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。では、質問していきたいと思います。はい。今回のゲストは、なこなこカップルのお二人に来ていただきました。はい、こんにちは。お願いします。ちょっとソーシャルなんで壁があるんですけど。そうです。すいません。なんかさっき僕、中華弁当を食べて、ちょうど口臭いと思うんで、ちょうどよかったです。ちょうど壁で。今回は恋愛トークをしていきたいなと思っておりまして、はい、事前にストーリーで質問を募集したと思うんですけど、はい、それをこちらでピックアップしたので、それをいくつか聞いていきたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。では早速、まず一つ目です。円満でいる秘訣、仲良くいられる秘訣って書かれております。実際付き合ってどのぐらいなんですか？付き合ってもうすぐで3年。そうですね、2年10ヶ月ぐらいですか、ね。まあ、それは秘訣聞きたいですね。何かありますか？秘訣だよね。秘訣、でも、まあ、結構普通に喧嘩とかもするんですけど、うん、お互い言いたいことはちゃんと言うみたいな、飲み込まずに言うっていうのは決めてて、不満を貯めない、そうそう、結構大事かなっていう、はい、そうですよね。結構お互いふざけあったりするんで、まあ、笑うことは大事かなみたいな思います。いいですね、羨ましい限りで、うん、じゃあ次の質問に行きたいと思います、はい、どうしたら恋人もしくは好きな人ができますかっていうちょっと難しい質問の、なんかきっかけとかあったんですか？きっかけはその僕が USJ でそのなごみに声をかけたのが始まりなんですけど、なんかそれもたまたま出会ったみたいな感じなんで、なんか出会いを探してたわけじゃないから、なんか沸騰したところに落ちてるのかな。かっこいい。気持ち悪い。でも積極的に行くことが大事なのかもしれない。それは大事かもしれない。連絡先聞いてくれたのも幸運で、それも聞いてくれなかったら、つながりもなかったし。その時どう思ったんですか、声かけられた時に。なんかチャラいなって。でもなんか連絡取ってるうちに、なんかチャラいとかじゃなくて、めっちゃ楽しくて喋っているのが、だからそういう良さに気づいてみたいな。いいこと言ってくれた。はい、じゃあちょっと次に行きたいと思います、はい、男女の友情はあると思いますか、ないと思いますかっていう意見分かれそうやな。まあでも僕たちもその異性で仲いい方もいるんで、全然ありかなと思います、ね、そうですよね、はい、思います、ありって。そうですね、でもなんか友達同士から恋人になる人って結構いるじゃないですか。あー、確かに。そこの切り替えがうまくできれば、まあ友情もあるんじゃないかな。あー、確かに、そうです。確かに。では次、自粛期間で会えなくてもカップルで楽しめることはありますかという。あー、今は遠距離ですか？はい、今は同棲してるんですけど、同棲するまでとかは毎日電話したりとか、あと何やろ、あとそうです、なんか荒野行動を僕たちやってるんですよ。私はめっちゃ好きです。あ、本当ですか？それマジで夜中までずっとやってますね、オンラインで。今もやってるよな。今もやってる。なんか、なごみの弟とかと繋いで一緒にやってるんですよ。めっちゃ仲いいじゃないですか。そうなんですよ。羨ましい。オンラインのゲームとかだったら通信でできるから、確かにいいですよね。電話プラスゲームもできるんで、なんかより仲良くなれるから、いいですね、荒野デート、はい、いいと思います。荒野デート、そうです。では次、はい、焼き餅を焼いてしまうんですけど、どうしたらいいですか？可愛い質問ですけど、なかなか付き合いだての時とかはやっぱり焼いてたのかもしれないですけど、やっぱり今はそんなに焼かへんよ。そうですね。まあでもずっと一緒にいることが多いので、でも最初はやっぱり嫉妬とかした時はお互いなんか負担にならない程度に、ちゃんとこれは嫌みたいな、確かに、まあ、全部自分が思ったことを嫌って伝えたら相手にも負担になると思うんで、まあ、ちょっと自分も我慢しつつ相手にもちょっと言いたいことはちゃんと言ってみたいな、そこのバランスが大事かなみたいな。そうですね、でもなんかちょっとの焼き餅だったら可愛いなって思います。ああ、確かに、うん、そうですね。確かに。では次、これが最後ですね、はい、はい、好きな人にアピールする方法はありますか、どうやったら両思いになれますかという質問で。なごみが積極的に来たんですよ、意外と。僕はちょっと迷惑にもなりたくなかったから控えめにその連絡取ったんですけど、なごみが俺のことなんか夢に出てきたみたいな。そう、なんか連絡そんなに取ってなくて、でもなんか夢に出てきて、なんか女の子って夢に出てきたら気になるじゃないですか。はい、なりますよね。だからそっからなんか結構連絡切れないように質問したりとかして。
か送ったら終わっちゃいますもんね。確かにいかにハテナマークで返せるかっていうのが、そう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 、やっぱりさっきの質問と被るけど、なんか積極的に行くっていうのがなかなか、もう当たって砕けろみたいな。そうですよね、ダメやったらダメで仕方ないから、確かに何もしないでもね、やって砕けた方がいいですよね。はい、はい、今日はなかなかカップルのお二人に来ていただきました、はい、ありがとうございました、とっても私自身も参考になりました。はい、頑張りたいと思います。ありがとうございます。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。Thank you.